でした。もう一度鈴木に渡す。すぐに熊谷だった。そこから中に入ってきた。よー、いい形でボールを受けました。タフな守備、ここはなんとか回収、アウトナンバーになってます。回していって受けた、ライン確認してのスリーポイントシュート。その木下がボールを受けてすぐさま2人で行く。ここがよく取りました。アウトナンバー自ら持っていった橋本。木下、キックをうまく使って外、スリーポイントシュート。右には安岡、カーターに渡してからのバウンドパス狙ってた。ロング、ロングから木下、木下が行く、自ら持っていった、リバウンド。そこから決めていきました。ジャック、木下からショーン・ロング、ショーン・ロングが行く。なんという身のこなし。鈴木達也、外に振った、構わず西川高信。ここできました。ボールを運んできます。鈴木、ああいったカッティングのプレーは後方選手にアドバンテージ出ますよね。そうですね。鈴木、橋本から竹内も使って外に振ったか、中だ、4幅。よくパス選択しました橋本。今はアリーナからの歓声が上がりました。竹内同士仲良く見ていた。素晴らしい合わせ。熊谷が縦につく、そこをかいくぐりたい木下誠。木下誠外だ、ゴーダに渡してから竹内を呼びます。ゴーダが行く、自らのアタックストップアンドフラッグジャンパーから決めました。右のコーナーは西川、木下が中に入ってきてパスにしてショーン・ロング。ノールックからきっちりと最後はロングが沈めました。ロング、ちょっとボールは出せない。赤穂が回収、ザック追走、赤穂が見つかり、ナイスブロック。すごいブロック橋本拓也。そのロングです。ヘルプには熊谷、ダブルチーム、そこを離していって、いいよ、まだ回す、スリーポイントコーナー、決めていきました橋本。切り替えて秋田走ります。ここから古川、キャッチアウトショット。今の橋本選手ですよね。やはりもう積極的なプレーが魅力的ですし、なかなかこうターンオーバーしないですよね。ツーポイントシュート。残り5秒、時間はあまりありません。ゴーダレイ中に入ってきて自らレイアップ。スリーポイント有効ですからね。西川がアタック、西川が行く、リバウンド信じて、ここはショーン・ロング。古川どうするか。ここは奪ったバッター、ゴーダ、軽装イアンハマー、ゴーダが自ら持っていく、そこからよく詰めましたイアンハマー。安岡の守備です。木下からロング、時間がない、ロング100ショット。いや、よく決めた、よく決めた。しっかりとリングにアタックすることは大事だと思います。ハマーに対するタック、ハマーが自ら持っていって左手で決める。あのプレーが得意な認められないというのはすごい技術ですよね。あとはもちろんパスを出している選手も見事ですけれどもね。赤にアタックして、飯尾は左に行きます。ハマーのキックでハマーが中に入ってきた、そこを通した鈴木達也、そしてイアンハマー。秋田はリバウンド取れるのでいいですよね。これも田口選手からのアタックから、ユーズボール、選手で飯尾後ろから狙ってる、そこからハマー、ヤンハマー連続得点。すぐさま熊谷、ハマーが来る、ハマー、ハマーパス、すぐさまこのヘルプ、鈴木達也、2ポイント。ここはもう攻めません。ここで試合終了。秋田 B1 のクラブ記録に並ぶ6連勝、この敵地できっちりと連勝を伸ばしました。